さあ、金をばらまいていきましょう。現実的すぎるだろ。このゲームは金塊からコインを発射して、フィールド上の倍率ゾーンを通すことで、コインの量を増やし、真ん中の棒にコインを当てることで、敵陣に棒を押し込んでいきます。攻めていくほど通過する倍率ゾーンは増えるぜ。複数当てるのも大事ですが、数字が大きいところに当てれば、一気に数を増やすことができます。跳ね返る角度を考えるのも大事だな。これでラスト、×5 と×4 に当たる角度で、いけー。勝利。コインズラッシュ。いきなり倍率ゾーンが一直線。全部当てれば相当増えるぜ。うわぁ。ギリ耐えられたな。押し込んでしまえば、相手は倍率ゾーンを使うことができないので、一方的なダメ押しで勝利。レベル10、対戦相手は、アマゾンさん。いきなり×4並んでたぜ。初手はなかなかいい感じ。相手より先に棒を動かすのも大事だぜ。え、そんな押し返される？倍率重なってたみたいだな。ここはまずまずの形。×4以上はなるべく全部当てていきたいぜ。割といいペース。次次第だな。相手は連続高倍率引いてますが、使う前に押し込んでいくぞー。ここまで来たら、もう勝ったも同然だぜ。相手が使える倍率ゾーンがほとんどない一方、こちらは相手側の倍率ゾーンを使ってさらに増えるので、これで勝利。レベル19、真ん中に細い道があります。そこの倍率ゾーンは狭くて通しにくいぜ。まずはお互い互角のコイン量。ここ相手チャンスの場面だぜ。やばい、負けるかも。どうしてそうなんだ。完全に左側が高倍率並んでたのに、なぜか相手、舐めとしてくれたぜ。この場面で真ん中は謎すぎる。そして、今度はこちらがいい形。相手はもう倍率を通すところが少ないぜ。このまま押し切れるか？ギリギリだな。もうそろそろ、相手の反撃で、もう一発必要になったぜ。おらー。勝利。レベル21、邪魔になるとこが何もないぜ。なので、全範囲に反射できます。最初はそこそこだな。なんとX5が4つ。いけー。真ん中の棒を押し込みながら、敵陣の倍率ゾーンを通ってさらに増加、一向に減らないぜ。勝利だー。